これは甲州じゃないかな。2006から2008年くらいか。いや、やはりこのワインは甲州じゃなくてソーヴィニヨンブランド、2000年から2002年くらいですね。オレンジがかった黄色をしてるね。ドライな印象です。リンゴっぽいね。甲州か、ソーヴィニヨンブランじゃないかな。このワインは2005年くらいの日本産スパークリングワインですね。エタン酸があるのか、グラスに細かな気泡がついてるよ。なんだかあまり香らないな。複雑さや妖艶さは出ていないね。色は濃いめなんだけど、これは新しいヴィンテージだろう。産地はどこだろう。カリフォルニアではないな。ブルゴーニュかな。でもグランクリやプルミエクリの感じはしないし。いやいや、これはブドウが違うな。シャルドネではない。ミポーワインじゃないか。でも甲州とも違う気がする。生産者も全くわからない。ほとんど飲んだ経験がないから。このワインは作り手はわからないけど、日本ワインの2019年であろう。おお、黄金色をしたこのワインは熟成しているのか。香りはシャルドネ的だが、他の要素も含んでいる。色から想像するほど熟成はしていない。適度な酸がある。北の大地を連想させる構成力を持ったこのワインは、門が蔵に2019年である。